はい、じゃあ今からカットします。でもその時間終わったんですか？うん、一日あの前期っていうのはなんかね、はい、やって落ちるんだって。あとこいつに何か特徴がない限り、はい、どうなのかな。うん、今昔スポーツ推薦があったじゃん、はい。今ないんだよね。あ、ないんだ。今ねスポーツ推薦で3科目だけ受ける。国語、数学、英語。はいはい。あ、なるほど、推薦がないんだ。4だから4倍か、はい、300人近くで70人近くか毎場毎場、うん、来てこれ一人だから、はい、特別スポーツは普通っていうかね、はい、まあ普通ちょっとできるかなって長野県大会で優勝してるわけでもないそうか、だから大体先生も前期はダメだと思ってくださいって一回学校で一番でも、まあ最初は腕試しか、前期はね。やっぱりうちの近所で勝った子いるらしいけど、前に勝ったらしいけど、何かで県大会で優勝したとかさ、はい、陸上とか、はい、そうすると加算されるのか。